皆さんこんにちは、着物カフェです。気軽に入れるカフェみたいに気楽に楽しく普段着物を楽しみたい人に向けてのチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、今日の動画なんですが、11月5日に行ってきた着物サローネの動画になります。着物友達と初めて着物の大きいイベントに行ってきたんですけれども、その時の様子を少しでもお伝えできたらなと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、今日のコーディネートなんですけれども、去年かな、メルカリで買った合わせのお着物に、アンティークの半襟に、アフリカ布の半幅帯を合わせました。はい、なぜかこの日の気分がアンティークっぽいコーデがしたいという、気持ちが強かったので、こちらのコーディネートにしました。ちなみに帯留めは以前動画で紹介したおかめちゃん能面の帯留めにしました。私が行った日、行った時間帯は割と正統派な方だったりとかっていう方が多かった気がしたので、ちょっとこのコーディネートは終わってみて浮いてたんじゃないかなとちょっとまあ思ったんですが、インスタでは私をお見かけしてくれた方がそんなことないですよって、馴染んでましたよっておっしゃってくれたので安心しました。はい、私は普段着物が好きになって、よくお家でお着物を着るんですけれども、割とシンプルなものが多い気がするんですね。はい、なんか私の中で多分ちょっとこう洋服の中のワンピースみたいな感覚で着物を着たいなっていうのがあるんですが、この日は私の中では結構攻めたような感じのコーディネートで行きました。で、このコートは着物葉月さんで買った、コートになります。はい、待ち合わせはお昼で、天気もすごくいい日だったので、このコートを着てるとちょっと暑かったんですけれども、帰り夕方にはちょっと肌寒くなっていたので、やっぱり着ていてよかったです。はい、そして会場に入ってすぐ目に入ったのがこちら、覚醒さんの、作品になっています。すごいですね、こう個性的なかっこいい感じから可愛いものまで展示されていました。すごいですよね、すごい華やかで、これも学生さんの、作品みたいです。着物サローネは確か140数点くらい出展されてたと思うんですが、なかなか全部は紹介しきれないので、少しだけね、様子を分かってもらえるような感じで撮りました。ちなみに、撮らせていただく方、お店には一応承諾得てますので、ご安心ください。はい、前ライブ配信の時だったかな、ちょっとお話しさせてもらったカラムシ織りっていうのはこちらです。福島県の、伝統的な織物になっています。でね、職人さんなんかもいたりして、ここはすごく大きいブースを取られていましたね。はい、見ていてとても楽しかったです。こんな感じでね、やっぱこの自然な素材を使ってるのってすごく素敵ですよね。はい、いつか欲しいです。はい、こちらは高橋着物工房さんのところです。なんとですね、 YouTube でもおなじみの、おかみさんが目の前にいらっしゃって、この嘘つき襟の、説明をご丁寧にしてくださっているところです。本当にね、丁寧に教えてくださったので、すごく分かりやすかったですし、ちなみにこちらは私買いましたので、夏暑くなった時なんかは大活躍するんじゃないかなと思ってます。そしてこちらの裾よけもすごく良かったです。女の人はね、毎月月のものがあると思うんですけれども、まあ、そういったものをの日でも安心して使えるように工夫がされている、裾よけなんですね。なんかそういうのって着物を着ていてちょっと不安だったりとか不便だったりっていう気持ちが、こういう商品って生まれると思うので、
どんどんねやっぱりこう勉強していかなきゃいけないなって思います。あ、これです。お友達のみんなにこう話しかけられた帯です。すごいですよね。可愛いですよね。はい、でこちらがライブ配信でもご紹介した、バッグです。ビヨーンってこうね伸びたりとかしてすごく可愛い商品でした。はい、そしてこちらは、男性の浴衣着物っていうのかなのブランドさんでした。こちらも初めて知ったんですけれども、とってもスタイリッシュですごく素敵でした。なんかこういう浴衣とかを着てる男の人が隣で一緒に歩いていたらすごくおしゃれでいいんじゃないかなと思いました。はい、そしてこちらは我が地元福島からの初出店みたいなんですが、着物富久さんの、ブースです。はい、なんとですね、こちらの販売員をされている、こちらの方は私のお友達でございます。私もねちょっと試着させてもらったんですけども、こちらオーガニックコットンを使った、バイカラーのお着物になります。すっごく着やすくてね可愛かったです。私のお友達も、バイカラーの、お着物を着たんですけど、すっごいね似合ってました。やっぱり着物を始める時ってやっぱりね洗えるものだったりとかカジュアルなものがすごく入りやすいと思うんですね。はい、でとてもねオーナー様に初めてお会いしたんですけど、とってもね明るくてすごくいい方だったので、第一歩にこちらのブランドを選ぶのもいいんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回初めての着物の大きなイベントだったんですけれども、お友達がいたこともあり、そしてお友達が頑張ってる姿を見れたりとかして、とっても楽しい一日となりました。こんなイベントがねいろいろ開かれるともっと着物好きが、増えるんじゃないかなと思います。いっぺんにいろんなブースを見れる、いろんなブランドさんを知れるっていうのもすごく、勉強になりました。はい、ということで今回は、着物サローネの思い出振り返りという動画になりました。はい、ぜひね皆さんも興味がある方は行ってみて、来年もあるかな、行ってみてください。ではじゃあね、バイバーイ。